テストは終わりました。結果はまだ出てないけど、ありゃ合格しちゃいますね。大丈夫ですって。次の試験で必ず緑の4月と黒の3月の会社。こそこそ何をしているんですか、ユガさん。いや、ザハード王室直属警備隊ナンバー67レンさんと呼ぶべきか。いつからお気づきで。ユガさんは5分前行動が基本だからな。なるほど、泳がされたわけだ。ならあなたを食べちゃうしかないね。かわいいペットだな。一度戦ってみたかったんですよ、エヴァンケルの会の鮮魚ユハンさんと。戦う？この私とですか。こりゃいい。ずっと退屈してたんです。向かってくるやつがいなくって。向かってくる滅相もない。ザハードのランカー様と張り合おうなど、そんな気は毛頭ない。レンさんの任務は黒の3月と緑の4月の回収、そしてアナクザハードを消し去ることですね。だったら何。私がお手伝いしましょう。は？ここは塔に危害を与えるものか否かを見極める場所。私はザハード家にとって邪魔なものを食らい尽くす地獄の鮮魚だ。総隊長にお伝えください。電話が終わったら私の部屋でコーヒーでも。何あいつ。興奮が抑えられぬとは、まだまだだな。